はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、赤羽レイジです。さあ本日なんですが、レイドラプターズデッキ、まあ、いくつかご紹介させていただいておりますけれども、本日ご紹介させていただく方、まあ、最強モンスターと言われている、今現代遊戯の最強モンスターと言われている DDD 創業カリウガさん出していくカリウガレイドラプターズ型、これです。あのレイドラプターズ、前回は確か準構築を紹介させていただいたんですけども、結局レイドラプターズってなんかそのこねくり回すのいろいろできるんですけど、カリウガ出しても強くないってなるんですよねカリウガ出しても強くないってなっちゃうんですよ。であのレイドラプターズってこれどういうモンスターかっていうと、エクシー召喚に成功したランにこのカード以外のフィールドのカードの効果が発動できないし、無効化されるっていう効果適用されて、本当に世界終わるんですけど、出てきたら相手のターンに出す方法が、基本的にはこのランクアップマジック、ファントムナイトラウンチっていうカードの効果で出していくんですけど、レイドラプターズって素材がないランク7をすごい用意しやすいんで、めっちゃ簡単に用意しやすいできるんで、これをとても出しやすいテーマになっていまして、もう DD なんかより全然出しやすいですからね。なんなら一番初動で出ますし、あの妨害なければ。なので、今日は、まあ、前回はファジーレニアスとか使ってちゃんとレイドラプターズで戦うみたいな感じの構築だったんですけど、今回はちょっとクソゲーをあの仕掛けていくという感じで、あの見ていただければと思いますんで、ついに一番初動で狩り床が立つようになってしまった激キモデッキやっていきましょう。デュエルスタンバイ、遊戯終わった。うわー、めちゃくちゃ展開できそうな反動してるな。とりあえずブルームバルチャーの効果を発動。レイドラプターズブルームバルチャーの効果により手札のレイドラプターズと一緒に自分を特殊召喚。はい、幼女、幼女発射、食べてこい幼女、ゴキブリをパクパク、主食幼女、あ幼女、生態主食ゴキブリ、はい。で、ブルームバルチャーの効果、バニシングレイニアスと一緒に特殊召喚。そしてレイドラプターズ、なんかあんな、なんかあんなこれ違う、なんかあんなこれ、なんかあるぞ。無限保養かエフェクトベーラーとかそっち系かな。ウララは反応するわけないんで、これ無限保養かエフェクトベーラーがその辺ですね。トリビュートレイニアスのモンスター効果、まあ、ここはスルーされるんだけど、ミミクリレイニアスの墓地のクリ、ミミクリレイニアスのモンスター効果、ミミクリレイニアスのモンスター効果により、いやこれ紅葉あるってことは、これちょっとレイダーズウィング持ってくるしかないって話ですか。ちょっと一回展開通してもらいに行くか。レイダーズウィングはちなみに素材に持っていると対象に取れないっていうね、効果がありまして、でこれを巻き込みながら、まあ展開していくことによって、相手の、無限紅葉をバカみたいなところで打たせるっていうことが一応できるんですけども、これレイダーズナイト効果って言った時にさ、無限紅葉って言ってくんねえからそうするとブルームバルチャーかトリビュートにしか打ってないんですけど、これどう、これどう、これどう先生、いや打ってくんねえか。なるほど、レイドラプターズブレイブストリクスを特殊召喚、ランクアップエクシーズチェンジ。ちなみにモンスター、このモンスターのはエクシーズ素材に超獣族を持っているとランクアップマジック魔法トラップ魔法カードをサーチすることができるぜ。オーバーレミットを1つ使い、デッキからランクアップマジックを1枚手札に加えることができる。これによりランクアップマジックスキップフォースを手札に加えていく。そしてランクアップマジックスキップフォースを発動、ランク5のブレイブストリックス1体でオーバーレミット枠を再構築、ランクアップエクシーズチェンジ、アラーレオレイドラプターズアーサルファルカン。そろそろちょっと無限砲を打ってほしいから、ちょっと一回レイダースイング外してみようちょっとこれさ外したらさ、これそろそろ無限砲を打ってんじゃねってなって打たないんですかね。これそんなことはない。あー来た来たー、これ逆にあれか、いやこれマジでね、ここのね、アーセナルファルコンマジでどうでもいいんですよこれ。相手レイダーズウィングの効果だけは知ってたっぽいな。マジでこれもうなんかこんだけ展開できてると本当にどうでもよくて、マジで一回ワイズストリクス出しますね。レイドラプターズ、ワイズストリクス特殊召喚、そして効果発動、チェーン1ワイズストリクス、そしてチェーン2アーサナファルコンの効果、アーサナファルコンの効果によりエクストラデッキからレイドラプターズエクシーズモンスターを特殊召喚し、そしてアーサナファルコンを下に重ねるレイドラプターズアルテッドファルコン。さらに、ワイズストリクスのモンスター効果、レイドラプターズレイドラプター実質名誉レイドラプターズ絶身長シムリグを特殊召喚あまりにも名誉レイドラプターズすぎるな。そして、ライズランクアップマジックレイドラプターズフォースをセット、さらに
アルティメットファルコンのモンスター効果を発動。このターン貴様はもう、カードの効果発動できない。よしイブリケア、よしイブリケアできたぞ。よし完璧だよしイブリケア。そして、レイドラフターズフォースストリクスをエクスチェンジ召喚。フォースストリクスのモンスター効果を発動。フォースストリクスのモンスター効果によりオーバーレイヒットを一つ使い、デッキからこれでもあれか、これ後でよかったら別に、まあ、一応シミュリク持ってきて、そして、自分の墓地に存在するレイダーズウィングのモンスター効果オーバーレミットを一つ使い、自身を特殊召喚。さらに絶身長シミュリクのモンスター効果、絶身長シミュリクによってこのカードを召喚。さらにレベル4のモンスターに対してオーバーレイネットワークを構築。これちょっともうこれ攻撃しかないですね。さっきあれだな、外さなかったらこれスラングルでよかったか。スラングル持ってきてスラングルサーチでよかったら、別になんかニビルケアとかふざけてやったけど、これ正直今のはちょっとミスったかもしれません、普通に展開を。まあいいや。で、絶身長シミュリクを外して、アーサルファルコンを特殊召喚。そして、まあ、言うてそんな、言うて体勢に影響ないか。体勢に影響はないわ。レイズラフターズ、ワイゼストリックスと、ガガガガマジシャンで、リンク召喚、あらあれ、ファントムナイツ、ラスティバルデッシュ。ラスティバルデッシュのモンスター効果、このカードの、効果によってファントムナイツサイレントブーツを墓地送って、いやこれもう一体やっぱ結局あれだな、もう一体一応サーチできたから、これマジであれだな、もう一体なんかストラングルいけたから、もう一体ランク4立ったかな。レイボレーションバルクもマーチャン出ましたね。まあまあカリーグ出したら勝ちだけどね。うん、カリーグ出したら多分勝てるけど、あ、まあ、そういうゲームだから、そういうゲームなんですよ、レイズラプターズっていうのは。レイズラプターズっていうのは本当はカニガを出してドヤ顔するっていうテーマなので、まあ本来であれば違うんだけどね。あまりにもユウト君と黒崎君の仲が良すぎて、赤羽社長の最強モンスターを出しちゃうっていう話なんですけども、トゥルーではい、ガンマケアでここで打ちます。さあどうする？トゥルーではいいだろう。トゥルーでは引っ込むのはどうでもいい。ちなみにこれガチでやばいのはカニガだけじゃなくて、一旦レイズラプターズワイレイドラプターズなんだっけ、ライズランクアップマジックを打って全部破した後にまだ動こうとしてきた場合に、カリウガが出せるっていうところも結構やばいですね。まあ一発目でカリウガ出したら勝ちっていう説もあるんだけどね。はい、プリミアどうぞ。一発目でいきなり何カリウガ出したら勝ちなんじゃないんですかリュウさんっていう話もあるんですけど、正直まあでもそうすると全部破されちゃうんで、魔法トラップカードとかがやっぱカリウガされちゃうっていうか、まあ選ぶんだけど自分で、まあ、とりあえずここで打ちます。ライズランクアップマジックレイドラプターズフォースを発動。自分の推しのレイドラプターズモンスターを2体、そして表側表示の自分のフィールド上のモンスター1体を対象に取り、そのモンスターの合計のランクと同じランクのモンスターをランクアップエクスチェンジチェンジ。現れよランク13レイドラプターズライジングリベリオンファルコン。ライジングリベリオンファルコンのエクシー召喚に成功した場合の効果と、ラスティバルデッシュのリンク先に闇属性のエキシスモンスターが特殊召喚された場合の効果を発動。ですね、これチェーン順的には無効化されないので、こっちっていうかさ、これあれだよね、なんか破壊されないとかいう効果なかったっけ。ラスティバルデッシュ一旦ちょっとこれ割ります。で、ライジングリビリオンファルコンさんの効果発動して全部破します。すべてのカードが叩き割られました。で、スタンダップ戦中量も全部ぶっ壊されます。はい、バババーンってなって、で1600ダメージ入ってバーンってなって強え。もうそもそもこれだけで勝ってるんですよ。ある下流側はもう過剰っていう説もある。あーでも肉してきた、肉してきたぞ。なるほど、ってことはやった方がいいな。ランクアップマジックファントムナイツラウンチを発動。エクシスライのないモンスターを1個ランクアップさせるぜ。うわっ、ラックアップエクシーズチェンジ。あらあれよ、ランクカッチレイドラプターズ創業カリウガ。カリウガのオンスター効果発動します。このターン何も発動しないでください。エンドフェーズいいですか、入ってエンドフェーズ大嵐していいですか。はい、ありがとうございます。はやーす、ババ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 バ。あー、エフェクトベイラー2枚、なるほど、まあ割と悪くはない。墓穴されてもワンチャン重ねかけできる。まあエフェクトベイラーのいいところはあるんですよ、無限御用みたいにその2枚持ってたら抹殺されて終わるとかじゃなくて、まあ、これ普通に止まるんですけど、
ちょキリンだけ本当にやめてくださいね。キリンとかいう激キモカードでやめてくださいね。よし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 。とりあえずエクセルの効果無効にはできた。キリンは多分ねえな。じゃあ聖域、はい、オッケー、ことオッケー、ことオッケー、ことオッケーで爆破される。ガルド持ってこられて、ガルド特殊召喚がエフェクトベラーもう一回ぶち込むわマジでエフェクトベラー、無限エフェクトベラー編入るわ。無限エフェクトベラー編入ります。黙ってください。いやこれさすがにどうでしょう、さすがに。キリンないことは分かってるかも。あ、オッケーオッケー、よし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 。でかい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 、でけえ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 、さすがにでけえ。これはだからまあ、こっから展開飛ばすのかなり難しいんで、ですよねですよね。まああとはでも言うて手札誘発の可能性あるんで、相手の手札結構、まあ、そこだけ注意って感じなんですけど、まあとりあえずレイドラプターズルーストを発動、レイドラプターズルーストを発動して、どっちからいくかな。ストラングルレイニアスからでいいか。ストラングルレイニアスを召喚、そして手札の絶身長シムルのモンスター効果を発動、絶身長シムルを召喚。これなんもないってことでいいか。レイダーズナイトのをエクシーズ召喚、そしてレイドラプターズルーストのモンス、効果を発動。お、なんかチェーンあるぞ、お、なんかチェーンあるぞ、これなんだこれ。あ、うららか、あ、はいはいはい、確かにうららは発動するためなかったか、確かに。さあ、まあ、ここの塔は通んなくてもそんなに大して人気はないですかね。レイダーズナイトのモンスター効果発動するぜ。オーバーレイユニットを1個使って、このモンスターをランクアップさせるぜ。うわ、ランクアップエクシーズチェンジ、レイドラプターズブレイブストリックス、そしてレイドラプターズブレイブストリックスのモンスター効果を発動。オーバーレイユニットを1つ使い、ランクアップマジックカードを1枚を手札に加えることができる。ランクアップマジックスキップフォースをサーチ、そしてランクアップマジックスキップフォースを発動。ブレイブストリックス一体でオーバーレネットワークを再構築、ランクアップエクシーズチェンジ、ランクアップレイドラファーズアーサルファルコン、アーサルファルコンの効果発動。アーサルファルコンの効果によりオーバーレネットを一つ使い、デッキから超獣族モンスター一体を特殊召喚できる。うわっ、えなに。いやでもアーセル・ファルコンは破壊されても一応リクルート入るわ。いやなんとかなる。これはこれはまだこれはまだ返せいけるぞ、まだいける、まだ参るぞ俺は。ちょっと待って、でもやばい結構。で一回特殊召喚すんの、どうしよう。これストラングルでいいな、ストラングルレイヤースを特殊召喚、そしてアーセル・ファルコンの効果を発動。アーセル・ファルコンの効果によりアルティメット・ファルコンだと展開伸びんか。多分これはフォースいっちゃったほうがいいかな。ちょっとフォースいきますか、ちょっとこれ合ってるかな。フォースいくで、フォースストリックスとストラングルレイニアスで、展開を伸ばし、モンスターを横に並べまくってワンキルを取りたいという所存です。はい、で、ストラングルレイニアスでストラングルレイニアスを特殊召喚、そして、レイドラプターズフォースストリックスのモンスター効果、オーバーレイドを1つ使って、デッキから超獣族モンスターを1体手札に加えることができる。やばい、これ鳥ストラングル過労死しそう無限に出てきてストラングル3体使うけどこれ大丈夫で、フォースストリックスとストラングルレイニアスでリンク召喚、あれあれよレイドラプターズワイズストリックス、そしてワイズストリックスのモンスター効果、デッキから、超獣族レベル4モンスターレイダーズウィングを特殊召喚。レイドラプターズミミクリーレイニアスを特殊召喚し、そしてレイドラプターズフォースストリックスさん言っていいですね。はい、レベル4のモンスターになってオーバーレイラッキャンレイドラプターズフォースストリックス、そしてフォースストリックスのモンスター効果を発動。このカードのオーバーレイユニットを1つ使い、ミミクリレイニアスを墓地を送り、デッキからさらにレベル4のなんかモンスターを特殊、サーチするぜ。よし、いいぞ、一生サーチしてる。でワイズストリックスのモンスター効果、ランクアップマジックを1枚セットできる。よし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 、今のところはあいつをぶち殺す、サンダー揃ってると言っていい。そしてレイドラプターズミミクリレイニアスのモンスター効果、ミミクリレイニアスの効果により、まあ一応グロリアスプライトで持ってきよっか。
まあ、これはちなみに何でも無効みたいなやつですね。なんかレッドデーモンアビス的な効果を持っているトラップカード。そしてレイダーズウィングの効果、レイダーズウィングによって自身を特殊召喚し、さらにストラングルレイヤーズの効果、闇属性モンスターが、存在するためっていうだから特殊召喚、そしてレベル4のモンスターに対してオーバーレインネットワークを構築。これガガガガマジシャンかなんかでいいか、これ打点的に打点増やせばいいんだよな。レベル4のモンスターに対してオーバーレインエクシエンス召喚、いけランクシャンレイドラプターズガガガガマジシャン。さらにガガガガマジシャンのモンスター効果、オーバーレインヒットを1つ使い、自分の墓地よりレイドラプターズアーサルファルコンを特殊召喚。これ打点です、はい、そしてこれ打っていいか、ラッガマジックレイドラプターズフォースを発動、自分のフィールド上のレイドラプターズフォースストリックスと自分の持ちのモンスターに対応するに現れよ、ラッガエクシンチェンジレイドラプターズライジングリベリオンファルコン。ライジングリベリオンファルコンのモンスター効果、このカードがエクシン召喚に成功した場合、そのフィールドのカードを全て破壊し、破壊したモンスターの元々の攻撃力分のダメージを貴様のライフに当て、何誰やばい、なんか普通に対やべやばいやばいやばい、なんかやばいこと来てる、なんかやばいこと来たぞ、ちょっと待ってくれ。ガネーシャ効果で特殊召喚されて、やばくない、待ってやばい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 、それやばい、ちょかかかかか、キリンとかいう激強モンスター爆弾するよこれ、やばい気持ちよくなった、やばいこと来た、いや完全耐性はあるが、ちょっと待ってファントムフォース撃つ、完全耐性はあるがあるが、ちょっと待って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 、でやややヤグ属性モンスター3体を除外してランクアップマジックファントムフォースを発動、ランクアップエクシエンスチェンジ、あらあれよランク10レイザートラスアルテッドファルカン。いやでも完全耐性2体で、あ効果無効かい、そうやったわ効果無効かーい、効果無効かーい、いや普通に勝つんかーい、なんか知んないけどめっちゃ混乱したわ最後、クソだせ対戦ありがとうございました。いやーちょっと後手きついっすね普通に、やっぱなんかその結局そのマストカウンターが結構割と決まっちゃってて、レイドラプターズってなんかレイダーズウィングとかまあ、ブレイブストリックスとかあの辺止められちゃうと、もうなんか下級モンスターの効果スルーされてあの辺止められちゃうと、もうなんか結構きついですね普通に。エクシーズ召喚したモンスターの効果が通って初めてなんか動き出す感じはあるんで、ちょっとマストカウンター分かりやすいってのはあんなやべえカードしててんな。インフィルニティデーモンはやばくねえか、インフィルニティデーモンさんちょっとやばいですね。アニマ、あなるほど、なんだろう、キュリオスか、これちょっとまあまあやべえな。こんな感じで、あーやばい、ハンドラ少女来た。これもしかしてこれデーモンさんなんか蘇生する手段の、あーやばいね普通に、それはやばいねドミニオンキュリオス、まあこれ将来神1枚からドミニオンキュリオスっていうルートはまあまあ有名ですからね。さあドミニオンキュリオスのモンスター効果発動していく。セージは何ですか、デッキからインフィニティモンスターいったら墓地を送る、あなるほどね、はいはいはい、ちょっと分かんねえんだよねこの辺の動き、あんまりインフルエンティ詳しくないからあんまりわかんないんだけど、これこうしたらどうなるのこれ、あーやばいね、それはあーやばいやばいねあーやばいね、始まっちゃったかこれ、これ始まっちゃったこれ、もしかして始まっちゃった、やばいこと起きてんだこれ、ちょっと待ってくれ、うわ満足に来た満足に来た、やばい満足ムーブから始まった、やばい、レベル9のモンスター2体、何うわーエンダープラスやばいやばい、トリシューラ3枚になってるの忘れてた、そういえばなんか最近トリシューラ3枚買ってきたんですよね。4、3に魔法の呪文来た、あかん、あっかん、あか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 ん、マジであかんって、それはマジで
ダメだってダメだってエンタープラスニル2回はダメだって、トリシューラトリシューラトリシューラプラスニルプラスニルはダメだってダメなんだって、そんなことしたら満足1本満足やかましょう。